こんにちは、堀口恭司です。今回は結婚式の時に余興で腕相撲大会を来てくださった格闘家の方と一緒にやったんですけど、せっかく格闘家の方にも了承を得たんで、面白い動画になってると思うんで見てってください。出場選手は浜崎彩香さんと杉山静香さん、金太郎選手、牛久選手で、元谷選手がなんか肘が痛かったみたいで、その日はゴングを担当してました。はい、ルールなんですけど、この4人でトーナメントをして、勝った人が自分と対決して、一番になった人には賞品があるっていう感じですね。女性の選手はやっぱ片手じゃ男性陣にきついんで、女性の方だけは両手 OK にしてます。はい、誰が優勝したか、ぜひ予想しながら見てってください。それではどうぞ。皆様お待ちかね、ライジン出場選手の皆様によるプロ格闘家の腕相撲大会を開催させていただきます。それでは参加いただく格闘家の皆様、こちらにお越しいただけますでしょうか。金太郎です。よろしくお願いします。純太郎です。純太郎だそうです。はい、圭太郎です。圭太郎は旦那さんですよね。はい、お名前お願いします。杉山静香、上手なツッコミありがとうございます。杉山静香です。かわいい。浜崎彩香です。素晴らしい。今回は欠場になってしまったんですね。なぜかちょっと理由をお聞きしてもよろしいですか。ちょっと慢性的に痛いんで。肘の方が痛いということで、今回はゴングを鳴らしていただきますので、よろしくお願いいたします。腕相撲大会の流れとルールを説明させていただきます。まずは新郎以外の4名の選手の皆様で3回戦戦っていただきます。そしてその中で勝利者を1人決めていただいて、その勝利者と新郎である堀口恭司が戦うという流れになっております。女性は両手ありです。はい、いいんですか、片手にしますか。こちらの景品になっております。はい、コーヒーとキハチの洋菓子セット、そしてデロンギの電気カフェケトル、こちらね、一度ずつ温度調整が可能となっております。そしてデロンギのドリップコーヒーメーカー、こちらが当たりますので、皆さんぜひね、たくさん応援してあげてください。はい、ではちょっと振動持っててもらっていいですか。はい、よろしくお願いしますね。始めてまいりましょうか。まずは1回戦ですね。浜崎彩香選手 VS 金太郎選手、ではスタンバイお願いいたします。あー、かっこいい。いや、いきますよ。恨みくなしですよ。レッド。勝者、浜崎彩香選手。すごい。すごい。ちょっと金太郎選手どうでした？めっちゃ強い。びっくりした。第2試合目いきたいと思います。杉山静香選手 VS 牛久純太郎選手、スタンバイお願いいたします。わーほら、静香さん顔が可愛い、腕がすごい、すごいですね。牛久純太郎は一番票数が少なかったぞ、頑張ってください。はい、ちょっと落ち着いてもらっていいですか。落ち着いてもらっていいですか。入り込みすぎです。恨みくなしですよ。はい、いきます。レイファイト。大丈夫ですか？疲れちゃったかもしれないけど。はい、レディーファイト。ワン、ツー、スリー。牛久純太郎選手の勝利です。すごい。多分票数が少なかったのがね、悔しかったんでしょうね。顔が本気でしたよね。もう彩香さん怖がってますけど、浜崎彩香選手と牛久純太郎選手、お願いいたします。熱い。握った段階で分かるみたいですよ。恨みくなしですよ。レディーファイト。
いとのことで。牛くん、どう練習してきたんですかこれは。いやちょっと内緒で。いや、うるさいです、うるさいです。お、ということはこの対決見たかったんですよ、私ね。それでは決勝戦は牛久潤太郎選手と堀口恭司です。スタンドお願いします。さあ、どっちが勝つのか。あ、そうですね。ちなみに、じゃあ聞いてみましょうか。牛久潤太郎に入れたよという方はどのくらいいらっしゃいますか。お、あ、少ない。少ないな。いきますよ。ちょっと落ち着いてもらっていいですか。ちょっと地面の方にも行ってます。まっすぐまっすぐまっすぐだよ。はい、いきますよ。はい、いきます。決勝戦いきます。レディーファイト。お肉2万円分が贈呈となります。おめでとうございます。それでは以上にて腕相撲大会を終了させていただきます。ご参加いただいた格闘家の皆様に今一度大きな拍手をありがとうございました。それではお席の方にお着きください。ありがとうございます。司会は、堀口直が担当させていただきました。ありがとうございました。まあ、やるからにはちゃんとこう盛り上げたいというか、ちゃんとやろうと思って、それでちょっと全力で行って、はい、でまあなんとか、まあ、優勝できてよかったなみたいな。意外と支持が少なかったのがちょっとで、はい、僕もその向こうに行くことも今後多いと思うんで、何かあったら僕のこと頼ってもらったら、めちゃくちゃ協力したいっていう気持ちもあるし、本当に堀口さん夫妻の幸せを一番に僕は願ってます。はい、おっす。ありがとうございます。